さっき小金横丁で襲ってきた敵は明らかに俺とイリスを待ち伏せしていた。つまり俺たちがやってくるのを事前に知ってたってことになる。なぜだと。誰かが敵に話したからか。その誰かとは。我々がマーブルに行くことをしていた人物ということは。まさか。そう、ボスかもしれない。そんなバカな。アイボ、ピュータに連絡してくれ。聞きたいことがあるんだ。わかった。ああ、伊達さん、どうしたんですか。ええ、後部座席にびしょ濡れの半魚人が。え嘘に決まってんだろ。もう、伊達さん、こんな時に冗談はやめてください。フースかボンコラホイですよ。なんだよそれ。料理長と肝臓。それはシェフとレバーだ。弾丸。論破ね。ピューター、お前はどこに。新宿御苑の近くで飲んでます。本当は小金横丁に行こうと思ったんですけどね。なんかさっき銃撃戦があったみたいで。それであの辺り一帯は立ち入り禁止に。暴力団の構想ですかね。本当、物騒な世の中になったんです。ところでピューター、ボスは今どこにいる。さあ、どこでしょう。アビスにはいないと思いますよ。もう帰ったんじゃないかな。ピューター、一つ確認したいことがあるんだが、アビス以外にもシンクの装置はどこかに存在するのか。今は。昔は千葉の家計圏に試作版が置いてあったんですけど、6年前に強奪されてしまったんです。はあ、強奪。装置を運搬していたトラックが武装集団の襲撃にあって奪われてしまったんですよ。犯人は未だ捕まっておらず、装置も依然として行方不明のままです。アイボ、知ってたか。いや、初耳だ。試作版があったことさえ知らなかった。要するにボスもお前もアビスにはいないってことだな。ええ。わかった、ありがとうピュータ。それじゃな。はい、失礼します。伊達さん、これからどこに行くんですか。お前の夢の中だ。俺はこれからお前の頭の中にシンクする。さっきの話が本当かどうか確かめるために。もしも本当だと分かったら
その時にはお前の望みを叶えてやろう。望みって？わからないのか。お前のボディーガードになってやるってことだ。それでいいな。はい、もちろんです。伊達、今回の進行、私が遠隔操作で開始する。了解。準備はいいな。ああ。制限時間はいつもの通り6分だ。分かってる。よし、では始めよう。なんだここは。動きづらい。ところてん。今日はこの世界の刺激が強すぎると思ったので控えめに登場してやったぞ。そうか、いらぬ気苦労をかけてしまったな。やめてもいいんだぞ。そんなことできるか。お前、そこまで。その話はさておき、ここはついに来てしまったようだな。ところてんの世界か。イクラマンだよ。イクラ？最近のイクラは四角いのか。鮭の腹の中はどうなってる。イリスが最近ゲーム実況で力を入れているタイトルがあると言っていたな。鮭とゲーム実況に何の関係が。鮭のことは一旦忘れて私の話を聞いてくれ。マップ内にブロックを配置し、さまざまな物体を構築して楽しむサンドボックスゲームの名作。これからお前はイクラマンフトシをプレイするのだ。イクラマンはしない。残念だったな。お前はすでにイクラマンフトシをプレイしている。イクラマンはしない。イクラマンはしない。現実を受け入れろ。だってやるしかないんだ。おはようの人もこんにちはの人もこんばんは。アセトンこと A セットです。今日もイクラマンフトシやっちゃうよ。みんなよろしくね。イリスのゲーム実況が始まったか。助けてください伊達さん、私狙われてるんです。ナイクスが来る。早く私を見つけてください伊達さん。あ、ツルハシ落ちてる。ラッキー。さっきのはなんだ。今回のソムニームはこれまでのように簡単にはいかないようだな。これまでも簡単だと思ったことはないが。覚悟は決まったか。行くぞ。ニームスキャン開始。ツルハシには見えないが、イリスが言うにはツルハシらしい。随分と前衛的なデザインのツルハシだな。これはおそらくサイリウムがモチーフになっているんだろう。ツルハシゲット。ホリホリするよ。こうか。
ちょっと楽しくなってきたぞ。あんまり浮かれるなよ。そのツルハシはナイクスにやられてしまった人が落としたものです。伊達さん、気をつけてください。ナイクスは伊達さんのことも狙ってるかもしれません。だとよ。その場合やられるのは私だが、とにかくイリスの言うことを聞いて行動するしかないな。どっちのイリスだ？二人いるみたいだが。とりあえずどっちもだ。あそこ掘ったら何かありそう。行ってみよう。あれは門だな。俺には全部冷ややっこにしか見えないが。なるほど、早速このツルハシの出番というわけだな。あんまり浮かれるなよ。塞がっているが門のようだ。それでは連打に定評のある私がガンガン降ります。ガンガン行け相棒。よし。楽しくなってきたな、相棒。これは辛いぞ。この後もこんなのを続けるのか。門も開いたし、とりあえず進むぞ。そうだな。新しいところに出たぞ。その代わり、元の場所には戻れなくなったようだ。よし、掘れそうなものを探すぞ。掘らなくていいものはないのか。巨大なカニカマだ。自動販売機だろうな。よろしく。はいよ。素材めちゃくちゃゲット。今日は神回確定だよ。みんなツイッターでどんどん拡散してね。なあ相棒。なんだ。もしかしてここは黄金横丁か。ああ、デフォルメされてはいるが、おそらくそうだろう。襲われた時の出来事が影響してるのか。伊達さん、あれを見てください。なんだあれは。やばそうなのが来た。でも今日は大丈夫、行けちゃう気がする。ブルービーム計画、ナイクスが本格的に。私の命は、お願いです、ナイクスの陰謀を阻止してください。そう言われてもどうすれば。ダンスです。ダンス。人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うんです。株価や為替は操作できても、人間の心を直接操作することはできません。ダンスがウジェトシステムやナイクスと対抗できる唯一の手段なんですよ。この素材を使えば、もしかしてミラーボール作れちゃう？よし。ミラーボールを作業台でクラフトしてダンスタイムだね。アイボ、どう思う？イクラマンフトシはダンスゲームではないはずだか。そっちじゃない。ナイクスなんて組織は存在しない。俺にはどうしてもイリスが俺を騙そうとしているようには思えない。お前がどう思おうと勝手だが、あるものはある、ないものはない、それだけのことだ。さあ、この後どうするか決めてくれ。とりあえずは作業台とやらを探さないとな。作業台
どうした？ミラーボール以外にも作れるアイテムがあるようだが。だが今はミラーボールを作る流れだろう。視聴者も期待してる。わかった。できたぞ。味気ないな。本日も本気ダンスタイム。みんなも一緒に本気で踊りんしゃい。私はどうしたら。伊達さん、お願い、ダンスをしてください。ダンスのパワーでナイクスと戦ってください。相棒、ダンスだ。ダンスをしてくれ。仕方がない。まあな。これ？なんだかわかんないけど、強敵撃破。そしてまたまたテアドロップ。本当にすごいね。今日は行けるところまで行っちゃおう。みんなもついてきてね。ナイクスを倒してください。伊達さんなら絶対にできます。よし、行くぞ相棒。頭がのぼせているなら一旦冷ましておけよ。ここも何かで塞がっているが、門のようだ。頼むぞ。任せろ。ほったどー。サザエいただき。では進もうか。結構広いな。あれはマーブルか。あの花は神崎あやめだな。枯れているが。広いね。こんなに回りきれるかな。とりあえず拾った素材で何か作っちゃおうかな。いいですかな。いいですとも。また作業台か。掘らなくていいんだし気は楽だろ。伊達さん、あそこにある祠見えますか。祠？
神秘の力が詰まった石碑を戻してテクノロジーによる支配から解放してください。石碑を作るための材料は全て揃っているはずです。伊達さん、お願いします。私は、世界を救えるのは伊達さんしかいないんです。俺しかいない。おい、イリスを救えるのは俺だけ。おい、伊達。なんだ。このままイリスの言った通りに行動して大丈夫なのか。さあ、これは印象でしかないが、真実に近づいている気はするぞ。そうか。もう少し様子を見させてくれ。仕方ない、もう少しだけ付き合ってやるか。ここにも作業台がある。イリスは素材なら揃っていると言っていたが、台の横に落ちているのは何だ。これはさっき自動販売機から出てきた卵だな。卵だ。あれさえあれば。そうです、それを使って石碑を作ってください。なるほど。相棒、頼む。わかった、できた。もう少し雰囲気を出してくれてもいいんだぞ。あいにくそういう仕様はないんだよ。その石碑をあの祠の中へ持って行ってください。伊達さんならきっと奇跡を起こせるはず。わかった、俺に任せろ、イリス。伊達、このままイリスの言う通りにするつもりか。相棒、お前の言うこともわかるが、俺はイリスのことを信じてみたい。そうか、私はお前をサポートするための存在だ。お前がそう思うなら私はそれに従うしかない。さあ、祠とやらにこいつを持っていくぞ。ああ、行こう。台座のようなものがある。さて、やるか。枯れていた神崎あやめが咲いた。なんだ。確か外にも枯れたあやめがあったはずだが、そっちはどうなった。奇跡だ。神崎あやめの花言葉は良き知らせと希望です。伊達さんが私を信じてくれたことが私にとっての良き知らせ。そして伊達さんこそ私にとっての希望です。俺がイリスの希望。あれ？花のあたりに何か荒れそう。またまたレアドロップチャンス到来か？ここを掘れということかな。そうだな。この地面だけ他とは色が違うようだ。では掘ってくれ。わかった。
そっか、そうだったな。まったく、もうダンスはいいだろう。イリスを救うためだ。ここは我慢してくれ。わかったよ。爆弾ならあの辺で使えばいいな。そうだな。瓦礫が邪魔で先には進めない。この辺でいいな。ああ。さあ燃えろ燃えろ。ダンスするのか。やってくれ、頼む。するゲームキャラというのはなかなかにヘビーでしんどい存在だな。だがこれではイリスから遠ざかってしまったな。イリスのことを信用するのはもうやめたらどうだ。伊達さん。イリス、すまない、何か間違えたか。いえ、伊達さんは何も間違ってませんよ。どういうことだ。向こうに行けってことか。イリス、そこにいるのか。なんか強そうなの来た。よし、お前を本日のラスボスに認定しよう。やめて、来ないで。イリス、まずい、このままではイリスが。何か助ける方法はないのか。伊達、ここはソムニウム世界だ。現実世界には影響ない。そんなことはない。俺は一度ソムニウム世界でイリスを救ったんだ。ここでイリスを救えなければ現実世界のイリスが危険なんだ。とにかくここからではあの UFO に対抗する術がない。イリスを助けたければ何か方法を探さなければならないぞ。どこだ、どこに行けば。鏡張りのドアのようだが、私の姿だけ映っていないようだな。なんだと。人間が作った最も美しい文化、ダンスのパワーを使うんだ。ウジャトシステムやナイクスと対抗できる唯一の手段はダンスなんだよ。その鏡に姿が映ってないのはナイクスの干渉が始まってる証だ。連中は自分たちの存在を脅かすお前を消そうとして。だって。頼む、やってくれ。わかった、やろう。
私を見つけてくれてありがとう。イリス、イリスなのか。アイボ、核に触れるんだ。伊達、イリス、疑ったりして悪かった。俺はお前の話を信じる。ウジャトのこともナイクスのことも X00639 のこともな。おいおい、冗談だろ。だから約束通りお前の望みを叶えてやろう。今この瞬間からお前は俺にとっての護衛対象となった。そう、そうだ。俺はお前のボディーガード。命を懸けてお前のことを守り抜く。伊達さん、ありがとうございます。やれやれ、正気の沙汰とは思えんな。アイボ、お前も協力してくれるよな。私の任務はお前をサポートすることにある。悪いな、助かるよ。アセトンちゃんとホテルに泊まった。ただのビジネスホテルだ。部屋はダブルでしたよ。くらー、誤解を招くような言い方をするな。シングルルームを2部屋取ったって意味だ。お風呂は一緒に入りましたけどね。入ってねえよ。組織、で、何しに来た？そうか、 You
昨夜小金横丁で銃撃戦があったってのは聞いてたが、まさかお前らが関係してたとはな。なあイリス、もしも今俺がろうそくの炎をあの提灯に向かって近づけていったらなんて言う？危ないからやめてください。その後は？提灯焦がす気？お前が言うな！増設用のウーファーか。電話でお前らが来るって聞いたから、その前に出て行かせたよ。アセトンちゃんのこと見られたらまずいからな。聞いたこともねえな。というか本当にそんな組織実在すんのか？実在します。だよね。おいさんもね、怪しいな怪しいな、なんだかそんな組織いそうだななんてね、そんな風に思ってたんだよ前から。残念ながら新しい情報はねえな。古いやつでよければ一つだけ。なんだ？教えてやっても構わねえが、だってちょっといいか？おい、またかよ。なあ、だって言いにくいんだが、その…分かってるよ、どうせ握手だろ。いや、握手なら昨日したからもういいんだ。それより今日は…パンツを見せてもらいたい。今なんて？だから、俺はアセトンちゃんのパンツが見たいんだよ。ああ、見たい見たい、アセトンちゃんのパンツ見たい見た、いや、瀬戸ちゃんのパンツ。なもん絶対断られるに決まってんだろうが。わかんねえだろうが、頼んでみなけりゃよ。わかったよ。イリス、一つ頼みがあるんだが。ん？こいつにパンツを見せてやってくれないか？
伊達さん、いい加減にしてください。モーマさんがそんなこと言うわけないじゃないですかね、モーマさん。おお、当たり前じゃねえか。伊達この野郎、ふざけたこと言いやがって。マジか。で、握手でいいんですよね、モーマさん。そうそう、握手握手。だて、俺は組長やっててよかったと、こんなに思った日はない。昨日も同じことを言ってたが。いや、心配してるんじゃないかと思ってな。大丈夫です、連絡ならちゃんとしました。伊達さんと一緒にいるって伝えてありますから、きっと心配はしてないと思います。学校？今日は火曜日で祝日ってわけでもないだろ。バカか伊達、アセトンちゃんは悪の秘密結社にさらわれそうになったんだろう。学校なんて行ってる場合じゃねえだろうが。まあ確かにそうだが。もしかしたら沖浦さん、マイクスと関係してるのかも。え？あ、すみません、なんとなくそう思っただけで。どうして？昨日散歩に行った時、マーメイドの子が言ってたでしょ。沖浦さん、イリスちゃんのことを探してるみたいでした。それからしばらくして、私はナイクスの連中に。偶然だと思いますか？それだけじゃありません。伊達さんが別の平行世界で私の死体を発見したのは、沖浦水産冷凍倉庫って場所だったんですよね。その世界で私を殺したのは、多分ナイクスに関係する人物だとすると、沖浦さんとナイクスにもきっとつながりがあるはずで。沖浦さんが89号を連れて逃亡したのも、ナイクスの指令によるものだったんじゃないでしょうか。89号は暗殺者、邪魔な人間を処分させるために。沖浦さんは、もしもそうだとすると、翔子殺害の件とも関係がありそうだな。ある時翔子は何かのきっかけでナイクスの秘密を知ってしまった。それで見せしめのためにむごたらしい姿で。もしもナイクスのことが気になるなら、太田のところに行ってみたらどうだ。あいつ昨日こんなことを言ってただろ。僕ね、陰謀論とか秘密結社とかそっち系の話もたくさん知ってるんだ。なるほど、あいつから話を聞いてみるのも手かもしれないな。昨夜の小金横丁の銃撃戦、情報は俺んとこにも伝わってる。どうやら相手の連中は国内の暴力団とは関係がなさそうだ。海外のマフィアか、ならず者の傭兵集団か、いずれにせよおそらく金で雇われた奴らだろう。
そのイカトロナットとかいう秘密結社に。ナイカトロッツです。それで古い情報っていうのは。ああ、金曜日の夜ブルームパークの近くで沖浦を見かけたってやつがいてな。金曜日、翔子さんが殺された日ですね。言うまでもなく、それだけの情報じゃ沖浦が犯人かどうかはわからねえ。だが奴が現場に行ってたことは間違いないと思うぜ。もう一度メリーゴーランドの周辺を調べてみるか。あの辺り一帯は警察がくまなく調べたぞ。それに私たちもあの現場には何度も足を運んでいる。だが見落としてるものがあるかもしれないだろう。さてと、そろそろ行こうか、イリス。あ、はい。アセトンちゃんを連れて行くのか。ここにいた方が安全だと思うが。そういうわけにはいかないんだ。約束しちまったからな。俺はイリスのボンデージガーターベルトになるって。は？ああ、間違えた。ボディーガードになるって。趣味思考が出ちゃったか。なんだかよくわからんが、まあいい。とにかく行くんなら、アセトちゃん、これを持って行ってくれ。これは？ GPS の発信機だ。モーマ、イリスの携帯には GPS の機能が。わかってる。だが、もしも敵に捕まって携帯を捨てられちまったらアウトだろう。万が一のためだ。どこか目立たない場所につけといてくれ。ありがとうございます。そいつが役に立たないことを祈ってるよ。だてアセトンちゃんに何かあったらただじゃおかねえからな。大丈夫だ、安心しろ。なるほど、ナイカトロッツか。ありえない話じゃないね。塩、胡椒、七味唐辛子と、それからこれは。いい感じに寝かせた真由美の汁って書いてあるな。イリスは私にとっての、なんだろう、大好きな友達であり、お姉さんであり、憧れの存在かな。もうやめてよ、照れるじゃん。本当だよ、だって私イリスみたいになりたいもん。黒田和明の肝臓をアンチョビと一緒に炒めたやつ。
それはオータンが。伊達さん、ちょっといい？本当は伊達さんのこと叱るつもりだったんだけど、事情があったんならしょうがないよね。何のことだ？決まってるじゃん、瑞希ちゃんのことだよ。毎日毎日ほったらかしにしてさ、瑞希ちゃんが精神的に追い詰められてること知ってるんでしょ？昨夜瑞希ちゃん、散歩系のマーメイドのこの家に泊まったんだ。なんか瑞希ちゃん、夜中にうなされてたみたいで、同じ布団で添い寝してあげたんだって、あの子。で、今朝あの子から連絡があって、僕が引き取ることに。今日は平日であの子は学校だし、瑞希ちゃんは忌引きで休みだって言うから、誰かがそばにいてやらないとかわいそうだと思ってさ。もうちょっと瑞希ちゃんに優しくしてあげたら？今は明るく振る舞って見せてるけど、きっと強がってるだけなんだよ。多分心配をかけたくないって思ってるんじゃないかな、伊達さんに。けなげだな、瑞希のやつ。分かってやれ。何度もしつこく聞くってことは、パパ事件に関係してるんだね。パパが犯人なの。ママを殺したのはパパなの。そうだよね、疑われてもしょうがないと思う。だってママが殺されたのに連絡一つよこさないなんて不自然だし、ナイルでブルームパークに呼び出したのも絶対変だし、だからなんとなく前からそうなんじゃないかって。でもだけど気づかないふりをしてたの。わざとそのことから目を背けてたんだ。パパのこと信じたかったから。あのポスター欲しい？いや別に。コインで擦ると水着のところが削れるようになってるんだよ。もらっていこう。速攻で捨てる。そこにはね、新鮮チャトランの正則くんのサインもあるんだよ。え、正則くんここに来たの？このお店のこと知ってるんだ。まあかなり昔のことだけど。ねえみんな、あのバケツに水を入れてぐるんぐるん回すゲームやらない？アセトンちゃん、お店の中ではちょっと。その椅子、座り心地悪いでしょ？もしあれなら、僕の背中に座ってもいいからね。こいつ、本物だな。伊達さん、白装束を身にまとった女の子が滝に打たれて修行してるビデオがあるんだけど、見る？見ねえから。もしかして知らない？招き猫に向かって猫のモノマネをすると幸せが訪れるんだって。そうなんだ。ねえアセトンちゃん、
あそこにあるビールケースを積み上げて、その上に立ってくれないかな。そしたら僕、床の上に仰向けになって横たわるから。何言ってるんだ、こいつ。なあ水木、あっちの椅子に座らなくていいのか。尾低骨をへし折って椅子に座れなくしてあげようか。時計は時計でもシロップをかけて食べる時計ってなんだ。生き仏。何それ。生きた仏のこと。食べられるの。食べようと思えば。シロップをかけて。たっぷりとね。イリス、なんだか寒そうにしてるが、大丈夫か？ええ、大丈夫ですよ。私、結構寒がりなんですよね。現在の室温は23度、湿度は 62%。 寒さを覚えるような数値ではないはずだが。オータンはいつでもどんな時でも私を助けてくれるヒーローみたいなお兄さんです。もちろん大好きなお友達でもありますけど。どれぐらい好き？地球3個分ぐらい。おっしゃー。みずきちゃんは可愛い可愛い妹みたいな存在です。それからそれから大大大好きなお友達でもあります。どれくらい好き？宇宙3個分ぐらい。やった、オータンに勝った。くっくに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 。今は出かけてる。買い物にでも行ったんじゃないかな。アセトンちゃんは僕にとっての夢であり、希望であり、安らぎであり、生きがいであり、光であり、星であり、太陽であり、女神であり、万物を支配する宇宙の法則であり、究極の美を体現したイデア的な存在であり、天使であり、恋人であり、抱き枕にプリントされた可愛い女の子であり、同志であり、嫁であり、主君であり、命であり、僕の人生の全てを捧げる絶対的崇拝の対象だよ。さりげなく恋人とか嫁とかぶち込んできたな。まあ気にせずスルーしてやれ。前にも言ったと思うけど、逆に僕の方はアセトンちゃんの召喚獣。何か緊急事態が発生したら一目散に駆けつけるから。ありがとう、オータン。なんか本当に嬉しいよ。もちろん知ってるよ。ナイカトロッツ、ナイクスは悪魔主義的な秘密結社として有名なんだ。儀式の時には若い人間の生贄を捧げ、その断末魔を聞きながら夜通しハレンチな宴を繰り広げるって聞いたことがある。海外の政治家や知識人、財界の大物とかもメンバーとして名を連ねてて、ほんの数十年前に立ち上がった信仰の団体なのに、
今やその勢力は世界最大と言えるくらいの規模にまで拡大してるらしい。なんでもすでにフリーメイソンやイルミナティも組織の一部として取り込まれてしまったとか。ただそんな大規模な団体なのに上層部にいる連中の顔が全く見えないんだよね。ほら普通だったらさ、ロックフェラーとかロスチャイルドとかそういう名前が出てくるでしょ。でもナイクスに関してはそうじゃない。幹部の奴らの正体が完全に闇に包まれたままなんだ。多分恐ろしく頭のいい連中が牛耳ってるんだと思うけど。オータはウジャトシステムが頂点に君臨してることを知らないのか。イリスはそれを知ってしまったから命を狙われることになった。そういうことなのか。まあイリスの話を鵜呑みにするならな。それじゃあイリス、ぼちぼち行くとするか。はい、わかりました。伊達さん、もしもアセトンちゃんの身に何かあったら必ず連絡してよね。すぐに助けに行くからさ。私も行く。たとえどんなことがあっても絶対イリスを助けてみせる。ありがとう、二人とも。約束だよ。ああ、約束だ。庭には誰もいないみたいですね。瀬島は屋敷の中か。いや待て、庭のどこかに生体反応がある。伊達、周りをよく調べてみるんだ。おい、あそこにいるの小島監督じゃないか。こんなところに世界の小島が。来ても不思議じゃないが、今はいないぞ。あれ、もしかして石橋さんじゃないか。誰だよ、石橋さんって。屋敷の中には誰もいないようだ。灯籠だな。灯籠といってもカマキリの方の灯籠じゃないぞ。わかってる。いた、瀬島だ。隣にいるのは瞳か。ふむ、そのようだな。一体なぜ、なんで瞳が瀬島と。伊達さん、どうしたんですか。
お前は瀬島のことを知らないんだったよな。はい。じゃあお前の母さんはどうだ。瞳と瀬島には何か関係が。さあどうでしょう。ないと思いますけど。何か家の中で政治家に関する話題が出たりとか、そういうことは。特にありません。でもなんでそんなことを聞くんですか。だから勝手に入ってくるなと言ってるだろうが。いくら警察だからって許されることじゃないぞ。ああ、これは烈気とした犯罪、不法侵入だ。さあ分かったらさっさと帰ってくれ。分かったよ。さあ行こう、イリス。はい。結構。ほら昨日言ったじゃないですか。今度一回勝負してみます。ああ機会があればな。ね、やりましょうよ。かけっこスタートはここで、ゴールもここ。つまりメリーゴーランドを一周するってことか。伊達さん、隣に並んでください。じゃあ行きますよ。位置について、よーい、ドン。イリスは虹の女神であり、神々の伝令でもあるって。確かに名前通りのイダテンだ。ところでお前、神話にも詳しいのか。え？イリスが瞬息っていうのはギリシャ神話の話だろ。それに3日前にもここでお前はエジプト神話の話を。ホルスっていうのはエジプト神話に登場する天空と太陽の神のことです。その右目はラーの目と呼ばれ、太陽の象徴とされています。左目の方はウジャトの目、月の象徴とされていて。神話ですか？別にそんなに詳しくはないですよ。ただおじさまからいろいろと教わっただけで。今から6年前、ある人と一緒によくここに遊びに来たことがあって、私はその人のことおじさまって呼んでました。確かお前のタレントネーム A セットもそのおじさまってやつが考えてくれたんだったな。はい、そうです。実はその名前もエジプト神話と関係してて。
昨日も言ったと思いますけど、私本当に体を動かすのが大好きなんです。中でも特にダンスは一番。でもん、実は私、沖浦さんから言われてるんです。3ヶ月ぐらい前から踊っちゃダメだって。どうして？理由はよくわからないんですけど、君はダンスに頼りすぎで歌の方がおろそかになっている。しばらく踊るのはやめて歌唱力を上げることに専念した方がいいとかなんとか。だがお前は例のネット配信の時も確かに踊ってたな。あれは悔しかったから。ダンスをやめてからどんどんファンの人たちが離れていっちゃって、踊らないアセトンに価値はないとか結構ひどいことも言われて、やっぱり私にはダンスしかないんですよ。ダンスしか。ホルスのお母さんはイシスって言うんですけど、このイシスの古代エジプトでの呼び名がアセトって言って、どっから説明すればいいのかな。ホルスのお父さんはオシリスって言います。で、お母さんの方はイシス。なのでオシリスはイシスの旦那さんってことになります。そのオシリスはある時弟のセトによって暗殺されてしまいました。さらにセトはオシリスを殺した後、その遺体をバラバラにして川に流してしまったのです。この年で未亡人とかありえないよ。嘆き悲しむイシスちゃん。けれど彼女はへこたれません。なぜなら彼女は生と死を操る強大な魔力の持ち主だったからです。よーし、こうなったらうちの旦那を蘇らせてやる。彼女は仲間と協力しオシリスの遺体を拾い集めて復活の儀式を行いました。キョエービリリリリリリリー。かくしてオシリスは無事に蘇生。まあ正確に言うと完全体ではなかったので無事ってわけでもないんですけど、とにかくそんなわけでイシスは死と再生を司る神、豊穣の女神として人々から崇拝されることになったのでした。うん、なるほど。イシスについては分かった。だがそのこととお前の名前とどんな関係が？一説によるとギリシャ神話のイリスはこのエジプト神話のイシスが原型になってるんじゃないかって言われてるんです。つまりイリスとイシスにはつながりがあると。はい。イシスの古代エジプトでの呼び名はアセト、だからエーセットなのか。そういうことです。って言っても私が考えたわけじゃないんですけどね。おじさまか。ホルスにはセトっていう宿敵のおじさんがいて。おじさん？さっき話したじゃないですか、ホルスのお父さんのオシリスは弟のセトに暗殺されたって。ああ、父親の弟だからおじさんってことになるのか。お父さんを殺された上に八つ裂きにされたホルス君、当然のごとくシャレにならないぐらいガン切れしました。プンプン、ほら瀬戸おじちゃんのこと絶対許さねえぞ。一方瀬戸の方も甥っ子であるホルスのことを疎ましく思っていて、あーなんかあいつめっちゃ邪魔だわ。オシリスがいなくなって最初は俺の方が次の王になれるって予定だったのによ。なんかいつの間にかホルスの方が王としてふさわしいみたいな流れになってるし、マジ何なの？
ありえなくね？もうこうなったら戦争じゃー！隠して血で血を洗う抗争の火蓋が切られることになったのです。勝敗を決めるために行われたのは命を懸けた恐ろしいゲームで。どんなゲームなんだ？お互いカバに変身して川に潜り、先に陸に上がっちゃった方が負けになる、そんなゲームです。めちゃめちゃ牧歌的じゃねえか。とにかくそれから80年にもわたって二人は凄惨過酷な血みどろバトルを繰り広げることになったのです。確かに私はダンスが得意です。でもポールダンスは踊ったことが。別に期待してないから。セトの戦い、最終的にはホルスの方が勝利を収めることになりました。ホルスは槍を使ってセトの片足とおきんきんを切り落としたためです。おきんきん？男性の股の間についている2つの玉のことだ。私に聞かないでくれ。ただホルスの方も無傷というわけではありませんでした。戦闘中彼は瀬戸によって左の目玉を奪われてしまったのです。抜き取られた左目はその後エジプト全土を旅して回り、様々な知見を得たと言われていますが、自分の左目がそんなのんきな一人旅をしていることなどホルス君は知る由もありません。左の目玉がなくなっちゃったよ。嘆き悲しむホルス君。そこにやってきたのは知恵の神にして月の神、時の神でもあるトートシンでした。うーわー、生徒のやつめっちゃえぐいことすんな。おっしゃ、おっちゃんが月の力で直してるさかい。ちょっと待っとき。わーいわーい、ありがとうトートさん。ほな行くで、ムーンヒーリングパワー！ピロピロピロリーン！トートが呪文を唱えると、旅をしていたホルスの目玉が、どこからともなく飛んできて、ヒューン！カポ。めでたく無事に、ホルスの左の眼下に収まったのでした。というわけで、月の力を宿したホルスの左目は、すべてを見通す優れた知恵、癒しや再生の象徴として人々に崇められることになったのです。それがウジャトの目？そうです。プロビデンスの目のモチーフにもなった。はい。ウジャトシステムの名前はそこから取られたのか？だと思います。さあ、そろそろ行こうか、イリス。はい、行きましょう。
次はどこに行くんですか？マーブルだ、小金横丁の。それって昨夜ナイクスの連中が襲ってきた。大丈夫だ、安心しろ。今回はマーブルに行くって誰にも言ってないからな。さすがに同じ場所で待ち伏せされてるってことはないだろう。でもなんでマーブルに？ああちょっとな、ママに聞きたいことがあって。昨夜は来られなくてすまなかったな。ううん、気にしないで。どうせ来ようと思っても来られなかったと思うし。ん？あら、知らないの？昨夜この店の前で銃撃戦があったのよ。そのせいで小金横丁は全体的に立ち入り禁止になった。なんかね、得体の知れない武装集団が突然誰かを襲ったみたいな。目撃者の話によると、狙われてたのは一人の男性と若い女の子だったらしくて。まさか。ああ、そのまさかだ。イリス、紹介しよう。ママの妹だ。冷蔵庫よ。ねえ伊達さん、あの黒板にバーニャカウダって書いてあるでしょ。私ど忘れしちゃったんですけど、バーニャカウダって何でしたっけ？どうやら部品が足りんようじゃな。このままではこのロケットの姿勢を制御するのは難しいじゃろう。わかったよ、じっちゃん。ほら、東京さ行ってバーニャカウダ。恐ろしくつまらんな。お前もよく似たようなこと言ってるだろ。ねえ伊達ちゃん、平岡くんの PV 見る？誰だよそいつ。ちょっとうちで働いてみない？イリスはまだ高3だ。じゃあ卒業したらいらっしゃいよ。時給600万円出してあげるわ。だて私も肉体が欲しい。あの姿じゃ雇ってもらえないと思うぞ。ママさんは今何をしてるんですか？鰹節を磨いてるのよ。どうして鰹節を？さあ、どうしてかしらね。遅くなったが、
こいつを紹介しよう。この子がイリスだ。はじめまして。ネット界の揮発性溶媒アセトンこと A セットです。あ、じゃなくてサガンイリスです。よろしくお願いします。あら、かわいい。ところであなた、少女、少女よね。奇遇だな、私もだ。だろうな。悪いけど聞いたこともないわ。情報通のままでもか。私が知ってるのはローカルのネタだけなの。東京の裏社会には詳しいけど、グローバルな話はさっぱり。多分相手は多国籍マフィアだと思うよ。いろんな国のゴロツキどもを寄せ集めてできた組織。金のためなら何でもする連中よ。きっとナイクスが雇ったんですよ。ところでママ、一つ確認したいことがあるのだ。なに？昨夜俺たちは黄金横丁で待ち伏せされた。俺たちがここに来ることを誰かに話したか？ああ、そういえばママにも電話で言ってたな。イリスと一緒にここに来るって。そうね。一人だけ話したといえば話したわ。誰に？あなたに会わせる予定だった人よ。レンちゃんに腕時計を送った人物。そいつの名前は？フータ君。天沼フータ君って人。